皆様、オカルトラジオへようこそ。今日はどんな恐怖が聞けるのかしら。もうちょっとここに残ろう。俺がフリーの調査業をやってた頃で、まだそれだけじゃなかなか食えない頃に経験したいくつかのお話の一つです。その時に受けた仕事は、とある出版社の心霊関係の特集の調査で、俗に言う心霊スポットを調査して、それらは事実なのか調べる仕事でした。その時の調査で行った場所は、関東のとある山の中の廃墟になったホテル。まず心霊スポットだと言うとよくあるのが、誰々がそこで殺されたや自殺したという話で、そのスポットもご多分に漏れず、とある若い女の人が彼氏に殺されて、その廃墟の壁に埋められていて、その女が霊となって出るというものでした。早速その殺人が実際にあったのか調査しようと、まずその地域の図書館で事件が起きたとされる年代の新聞などをチェックしたり、地元警察やそのスポットの地主、地元の人に聞き込みなどを行ったのですが、そのような事件が起きた痕跡や記録はありませんでした。そして最後に現地調査と調査報告に使う写真の撮影のため、一緒に組んで仕事をしているもう一人の仲間の女性と夜中に現場に撮影をしに行った時のこと。さすがに人気のない山中ということもあり、かなり不気味。建物の中はかなりカビ臭い。撮影は昼間でもいいのですが、やはり夜の写真がいいというのが依頼の内容に入っていたために、夜中に現場へ向かいました。とりあえず建物の外観や内部をカメラで撮影し始め、あらかた内部の調査も終わった頃、引き上げようと思い、建物内部にいるはずの彼女に大きな声で、そろそろ引き上げようかと声をかけた。すると彼女が、あ、待ってください、こっちの部屋に来てくれませんかと声をかけるので、そちらに向かうと、何の変哲もない部屋がそこにあった。さっき通った時はなかった気がすると思いながらも部屋に入ると、なんだか魚が腐ったような匂いがカビ臭い匂いと混じり合って悪臭がすごかった。そして俺を呼んだはずの彼女はいなかったが、特に気にもせず部屋を見ると、壁が一箇所だけ塗り替えたように色が違う。ああ、これが噂の元になっているんだな、と思い、撮影をしていると、急に持っていた懐中電灯やカメラなどが、すべて電源が切れてしまって、使用不可になったんです。暗闇の中で、参ったな、と思っていると、部屋に入ってくる足音が聞こえます。あのさ、明かりが消えちゃってつかないんだよ。キリがいいから引き上げよう、と言うと、彼女の声が、もう少しだけここに残ろう、ね、と引き止めます。俺が帰ろうと言っても、もっと撮影した方が、とか、壁を掘り返しましょう、とか、やたらと引き止めるんです。それなら明日にしよう、と帰ろうとすると、待ちなさい、と俺の手を握ったんです。その手の感触は今でも忘れません。ブジュッと音がしたと思うと、俺の手をものすごく柔らかくて、筋張っているのにドロドロしたような表現しがたいものが握ったんです。うわっと手を離すと、彼女が一言、もうちょっとだけここに残ろう。ね、もうちょっとだから。その瞬間に、俺は彼女じゃないと恐怖を感じ、その場から一目散に逃げました。月明かりだけだったので、
あちこち体をぶつけて痛みも感じたけど、それどころじゃなかった。そして建物の外に出ると、車の前で彼女が待っていました。彼女の話だと、撮影し始めてすぐに懐中電灯などが使用不可になったためにここで待っていたとのこと。じゃあさっきのは？と思い、やっぱり。その場からすぐに立ち去ろうと車に乗った時に、彼女がひーと声を上げ、あ、あれ？と震える指で車のミラーを指さした。俺はもう恐怖のためミラーを見たくなかった。そのまま車を急発進させて、そのまま町へ。そして全ての経緯をまとめて依頼主に報告。事務所に戻って撮影したものを見た時には普通の写真と映像でした。何も写ってはいなかった。一緒に行った彼女が見たものを聞くことはありませんでした。思い出したくないんです。ただそう言ってました。けどきっとあの映像と写真に何かあったんだと思う。最初は報告を受けて、面白いじゃないか、使えるよ、と乗り気だった依頼主が、急にそれらの使用を取りやめ、写真と映像を処分したからです。はい、TSC オカルトラジオ友です。木村です。本日はこの2人で、通常回やっていきます。お願いします。お願いします。挨拶しましたからね。しましたね。はい、はい。最初の話はもうちょっとここに残ろうというお話でした。はい、はい、不思議な、まあ、調査会社のお話、うん、心霊スポットの、ね、心霊スポット、まあ廃墟、まあ、一応心霊スポットか、うん、そうだね、心霊スポット、うん、なんか何個か、うん、なんか怖いポイントっていうかあって、うんうんうん、まあ一つはこの建物の中で引き止められる何者かにっていうのが一つと、車のバックミラーに何かが映った、うん、映ってる。でもう一個は、うん、と調査報告をした、うん、出版社、初めはこれ使えるじゃんって言ったけど、うん、結局それは取りやめになった、うん、使われなかった、写真と映像を処分したから、うん、うん、で3つあるなと、うんうんうん、てんこ盛りな感じだなと思ってさ、そうですね、うん、初めにさ、うん、あ、待ってください、こっちの部屋に来てくれませんかっていう声が聞こえるじゃんね、はいはいはい、もうなんかさ、それもうその一緒に行った女性じゃないと思うじゃんね、うんうんうん、なんか取り憑かれたというか関係ないのかな、いないんじゃない、もうさ、だって部屋、車に戻ってたみたいな話だよね。そっかそっか、うん、うん、だからもうそっからなんかもう違う人と会話してるみたいな感じじゃない、うんうん、なんか声似てたんだかなみたいな、確かにね、真似、モノマネ系の例もう喋り方も違うっすもんね、もう少しここに残ろうっていうねっていう引き止めてる声とかも、んなんかなんて言うんですか、この女性との関係性分からんすけど、うん、あ、待ってください、こっちの部屋に来てくれませんかっていう風に声かけるじゃないですか、うんうんうん、なんかここ敬語なのに、うん、なんかもう少しだけここに残ろうみたいなのも、もう俺はそのタイミングで入れ替わってんのかなと思いましたけど、あ、なるほどね、うん、けど確かに言われると、うん、もうこの辺から、ね、彼女はいなかったって書いてあるし、うん、もうこの辺から例だったんだなっていう、な、彼女とは違う何者かの、うん、だったんだなと思いましたね。掘り返しましょうとか、うん、待ちなさいとか言うんだよね、うん、ね、もうこの彼女ではない、違う、ね、パートナーではない感じはしますよね。彼女の、俺の手をものすごく柔らかくて筋張って、うん、ってるのにドロドロしたような、もうなんかフランしたいみたいな、ねね、やっぱここになんか
そういう腐乱したいというか、まあなんかあって、なんか壁に塗り込まれちゃったのかな、ね、壁が一面だけなんか違う色っていう、うんうんうん、いうの出てきましたからね。そう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 、見つけて見つけてみたいな意味なのかな、もうちょっと残ろうっていうのは。まあそうだと思うよ、うん、ね、そういうことっすよね。なんかそこを掘り返しましょう、壁を掘り返しましょうって言ってるから、うん、そこにいるっていうことを、まあでもなんかそんな彼女のもしそれ見つけてほしいとかだったら、うん、なんか彼女の真似をする必要があるのかなとも思うんだよね、うん、確かに、うん、なんか違うすいませんってさ、ね、なんか私今壁に埋め込まれててちょっと出してもらいたいんですけどみたいなさ、なんかもうちょっと違う人でもいいじゃんっていう。違う人、その彼女の真似をしなくても。あ、そう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 、なのそうなの、うん、うんうん、そう思う、ね、てかまあ本人か、本人でいいじゃんっていう。本人でいい、うんうん、まあでも彼女の真似して警戒心をね、そういうことかな、うん、なのかな、うまくいけば掘り出してもらえる、もらえるみたいな、うん、まあ埋まってるんですけどって言われたらちょっとえってなるんですけど、うん、まあそうか、うん、ここ一緒に掘ってくれませんとかだったらまだ、いやでも怖いな、全然知らない人だったら怖いかもしれないですね。全然知らない人の声が聞こえたらね、うん、確かに怖いね、うん、まあやっぱ真似するか、真似する知恵を持った例ですね。そうだね、うん、このバックミラーに映ってた、はい、彼女が見たバックミラーに映ってたもの、うん、これさ車の中のミラーじゃなくてさ、うん、サイドミラーのイメージだったけど合っとる？あーそういうことか、だってまだ車の中入ってないもんね。あ、乗った時にか、乗った時に、あー車のミラーを指さした、うん、あだからルームミラーか、うん、だと思うんですけど。そういうことか、助手席からルームミラー見たことあります？出た出た出た、いやなんか角度が、まあ、見えるは見えるんですけど、うん、角度がやっぱ運転手に合わせてあるんで、うんうん、結構変なとこ向いてる気がするんだよな、わかんないですけど。まあ、だから部屋、あのその車の車内にいたとかうんぬんよくあるじゃん、後ろのね、はい、後部座席に乗ってたみたいなあるけど、はい、もうそうじゃないんじゃない、普通にその角度から見て何かが映ってたみたいな、ね、ルームミラーだね、うん、そのなんかドロドロした筋張った、うんうん、そういうフランシュタインみたいなものが映ってたのか、気になるっすね。このっていうことは、うん、まあ分かんないですよ、分かんないですけど、うん、埋まってる可能性が高いじゃないですか。高い。後で掘り起こしに行ったりとかしないのかな、仲間連れて昼にね、うん、まあでも依頼があってやったことだから。ああそうか、まあその依頼者がに渡してお金もらったらもうあんな怖いとこ行きたくねえって思うのかもしれない。そうですね、うん、俺だったら多分一人では行かないかもしれないですけど、なんか友達いっぱい連れてリベンジしに行くかもしれないですね、うん、怖い思いしてるのに。まあ昼ですけどね、もちろん、うん、次行くのは、うん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 、そしたらこの壁一面色が違うところがないみたいな。あーなるほどね、違う時に行ったら。はー、なんか壁の中に死体が埋まってるっていうのを、なんか本当我々の世代だと、うん、あのファミコン探偵クラブっていうのがあったんですよ、うん、はいはいはい、ファミコンのディスクシステム、はい、あれで、ポートピア連続殺人事件みたいな、はい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 、あのコマンド選択式のアドベンチャーゲーム、はいはいはい、ファミコン探偵クラブ2本出てるんですけど、はい、両方とも本当両作なんですよ、はい、へー、そう、一個が消えた後継者っていうのと、うん、もう一個が後ろに立つ少女っていう名前で2本出てて、うんうんうん、へー、そう、どっちもね本当に。なんかスイッチとかでリメイクというか配信されてないですかね。あ、ね、その作品自体がリメイクされて、うん、あ、へー、そう、あのその当時のじゃなくて、はいはいはい、本当にもう映像とか声優さんとか入れて、うんうんうん、で、あ、ボリュームアップしてるんですね。そうそうそう、で出てる。へー、あ、その新しく出たリニューアルしたやつは、はい、あのストーリーが変わってるのかちょっと分かんないけど、うん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 、そう、それを当時私小学校の多分 4,5 年生ぐらいだと思う、うん、3,4 年、うん、4,5 年生ぐらい、
それでね、うん、まあ、ネタバレになっちゃうんですけど、まあ、まあまあいいでしょう何十年前、何十年前の、うん、30、32、35年ぐらい前、うん、ネタバレネタバレになっちゃうんですけど、うん、その後ろに立つ少女、うん、が 学園ものなんですよ、はいはいはい、うん、でなんかやっぱ少女が消えた少女がいてみたいな、はい、でなんか怪奇現象が起きるみたいな話でやっぱり、うんうん、でなんか最後なんか鏡、廊下の突き当たりに鏡があって、うんうん、でなんかそれをなんかあんとなんかゴタゴタあって、うん、その鏡にバーンってこう背中から、なんかこう突き飛ばされてみたいな、当たるんですね、何人かいて、そうそう、なんか突き飛ばされて、うん、その鏡のバーンってこう当たるとその鏡が割れて、うん、でその中から、うん、その白骨、半白骨化死体が、うん、こうそのボロンと出てくるみたいな、はいはいはい、そうそう、その最後にそういうシーンがあって、それがねすごい印象的で、うん、なんかそういう壁に塗り込まれたとかになるとそれを思い出しちゃうなって。ディスクシステムってお金持ちのイメージなんですけど、そんなことないんじゃない？確か世代じゃないんで僕らは。あ、そうか、そう、もうスーパーファミコン世代なんで。そうか、ディスクシステムってマリオの2と、2とゼルダ、ゼルダもそうだし、うん、謎の村雨城とか あの辺がディスクシステム。確かファミコン本体が1万4800円で、うん、ディスクシステム自体も1万4800円だったか1万5800円だったか、あ、そんなもんなんすね。それぐらいだった気がするね。本体ぐらいっていう感じ。本体ぐらいだったね。へえ。なんかね、ディスクシステムとか、うん、まあ、あの周辺機器、ファミコン、はい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 、スーパーファミコンもそうですけど、うん、につけるのを買える家はお金持ちだなって僕は思ってました。勝手に全然そんなんじゃないですよ。そうか、うん、ディスクシステムな、よかったよ。なんかすごいすごい嬉しかった。買った時、あれって買ってもらった時に、そのディスクあるじゃないですか、フロッピーみたいな。あるあるある。あれがソフトなんですか？またなんか違う上にもソフト刺すんですか？あ、刺すよ。刺すのは、うん、そのディスクシステムって箱みたいになってるんだけど、その箱と、うん、そのカセットの、うんうん、それとカセットがつながってて、 箱自体下につけるやつですね、箱って。そう、置くって感じなんだけど、あれ、あ、箱自体は特に何もつながってなくて、はいはい、別にあれは横にあってもいいじゃんね、はい、ただその、ね、その箱から線が出てて、うん、あ、はい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 、でそれをそのカセットいつも刺すとこに刺して、うん、あのその先っぽはカセットみたいになってんだけど、あ、そういうことっすか。そうそうそう、別にね、横でもいいんですよ。はいはいはい、はい、乗せなくても乗せなくてもいい、ね、そう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 。ああ、なるほど、うん、そうそういうシステムか。そうでさ、うん、あのおもちゃ屋さんに行くとさ、うん、その中身を書き換えできたじゃない。あ、へえ。そう、そのフロッピーみたいなやつを。フロッピー、あれもフロッピーなんだけど、うん、あれがあんと安いやつだと、うん、2000円ぐらいでソフト1本買えて。あ、良心的ですね。本当にそう、うん、高いやつだと3500円とかあったかな、はいはいはい、うん、でおもちゃ屋さん持っていくと、うん、それを書き換えてくれるじゃん。書き換えが安いやつだと500円で書き換えてくれるんですよ、うん、あ、書き換え量もかかるんですね。かかる。その本体っていうかデータ量と書き換え量が、データ量というかその例えばゼルダ持っていくじゃん、うん、ゼルダ持っててこれを、うん、謎の村雨城にしてくださいって言うと、うん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 、まあその村雨城のデータ量と、うん、あと書き換え工賃みたいな、うん、まあ一緒くたになってるっていうか、それが、あ、そういうことか。そう、あ、はい、そう、はい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 、500円で全く新しいソフトになるって、うん、すごいですね。すごいよね、うん、画期的と思って、うん、安いし、すごい、うん、実はそれスーファミにもあったって知ってます？でディスクじゃないんですけどカセットで、うんうん、まあ言ったらその容量があって、うん、そこに何円か払って、うん、あのねローソンのロッピーからできたんですよ。昔もうスーファミが終わるぐらいの時に出たんで、多分知らない人も多いかもしれないですけど、そうしたらカセットはそれ用の白カセットみたいな、そう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 、生カセットみたいな、そうですそうです、があってそれロッピー持ってって、うん、刺して、うん、で選んで、うん、お金払って書き換えるみたいな、うん、いくらぐらい？ああ、でも2000円とか、それこそ、すごい安いやつだと1500円とか、すごい。でその
対策だと容量いっぱい食うし、うん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 、書き換えっていうよりかはその中に入れれるだけ入れれるみたいな。何本もってこと？そうそうそう、でもそれ結構少ないんで、まあ2本3本入れたらもう限界ぐらいな感じですけど、そんなサービスあった？あったあったっす昔。はあ、ちょっとスーファミ触れてないんですよ私。あ、そうかそうかそうか、うん、だからちょっと分かんないんですけどね。俺逆にそのスーファミばっかだったんで、うんうん、そのディスクシステムってスーファミなくて。ないね。あの下にガチャンってつけるような感じだと、うん、サテラビューっていうのがあって、あったあったあった。それのイメージのせいで、うん、お金持ちだって思うんかもしれない。まあ、そうだよ、あれだって衛星となんかあれですよね、 CS だか BS だか、 なんかそう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 、 そういうのがないとできなかったよ ね、 意味ないやつですもんね、うんうんうん、だからあすごいなっていうイメージなんですけど。そうだそうだ、うん、そうかディスクシステムはそういうことなんですね。そうなんですよね、うんうん、の名作ファミコン探偵クラブ。そうでもリメイクしてるんですもんね。してる、ちょっとやってみたい。何でリメイクされてるんですか？スイッチでできる気がするな。ちょっとやってみたいな、うん、当時はすごい、まあ本当ホラーアドベンチャーみたいな感じ、うん、あれよかったね。へ、やってみよう。でもネタバレしちゃったんで。あ、まあそうですね俺らの世代で言うと、うん、金田一少年かな。ほうほうほう。金田一少年のすごいドラマにもなった、うん、放課後の魔術師っていうエピソードがあるんですけど、うん、それも壁の中に埋め込まれてる女の子が白骨化してっていうのを犯人が隠してるっていう、でその魔術師が犯人なんですけど、うん、その魔術師の噂を流してそこに近づけさせないためにその魔術師の格好をして、なるほどなるほど、 なるほど、 そう、それを生徒に目撃させて、うんうん、あそこはそういうのが出るよみたいな旧校舎だったかな確か、うんうんうん、でなんかそういう噂を流して近づけさせないっていう感じでした ね、 ね、うん、ネタバレしちゃった。あ、でも多分同じぐらい前なんで大丈夫だと同じではないか、20年ぐらい前なんで大丈夫だと思いますけど、うん、っていうね、うん、壁に埋めるって本当にあるんですかね。なんか下結構さ立たせるのって結構難しそうじゃない、うん、基礎の下とかに埋めるのは分かるんですけど、うん、分かる分かる分かる、うん、壁の中に埋める、壁に埋め込めるっていう ね、実際ちょっとなんていうの、うん、と傾斜をつけんとそこに寝かせられないイメージある。あとなんか膝とか曲がっちゃいそうなイメージある、ね、どういう感じで入ってんのかなっていう、そういう事件って実際にあったり事件とかあるんですかね。あ、何かがモチーフになってみたいな。ホラーでは結構出てきたりしますから ね、 壁の中に入ってるって、ね、出てくるんだね、うんうん、なんか元になった事件があるのかも ね、 うん、ちょっと意外と、まあ、海にコンクリート詰めにして埋めるというか投げるとか、うん、基礎の下に入れるとかはありますけど、うん、壁の中ってね、なんか実際には聞いたことないなと思って。ないね。なんか染み出てきそうだけどね、うん、そんな感じするっすよ ね、 ね。なんかもし知ってたら皆さんこの事件ありますよみたいなったら、ああ元となるね、コメント欄で教えてもらえたらなと思います。なんかこの話私が選んだんですけど、はいはい、なんかよくあるパターンだったら、もうあそこに近づくのは やめましたみたいな、調査は中断しましたみたい な、うんうん、なんかそこで終わる感じするけど、うん、なんかこうそのルームミラーの中で何か見るとか、うんうん、出版社に報告したけど、うん、使われなかったとか、なんかこういくつもそういうなんか怖い現象があって、うん、なんかちょっといいなと思って、うん、確かに、うん、ちょっと違いますね。普通に心霊スポット行ってみたいな現象があったとはちょっと違いますね。ちょっと違うからさ、うんうん、なんかいい考察できるかなと思ったけど、ディスクシステムに尺を取ってしまいまして書き換えましょう、ね、今とかもうまいこと言ったね、そうすか、うまいこと言った。今書き換えてくれるところとかあるんですかね。もうないよ。もうないですよね。さすがにサービス終了しますよね。うん、そうそう、うんうん、いや面白かったな。ゴルフとか、うん、マリオゴルフだったっけなとか、うん、F1 レースってのがあって、うん、でそれで全国ランクが出るんですよ。すごそのタイム。要するに多分そこは電話回線かなんかで、うん、あそういうことか、その繋がってて、うん、ディスクライターって言うんだけど、そのあれが、うん、あの装置が おもちゃ屋にあった装置がディスクライターっていう装置で、うん、それで書き換えとかできるんだけど、なんかそこにその自分が
走ったデータとかゴルフのスコアとか入ったリスクを持っていくと、うん、あの全国のあれが出るんだよね。あ、へえ、あ、登録してくれるんですね、その全国の。そう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 。へえ、すごい。すごいよね。だから、うん、今でいうそのネット対戦じゃないけど、うん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 、なんかそういうのができて、はい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 、なんか熱くなれるみたいな。すごい。うん、いや、こんなタイム出ないでしょうみたいなのが話題になったりして、うん、実はこれここのガードレールの下がくぐれるんだよねみたいな。なんかそういうなんか裏技的な、すごい、なんかそういうのが流行ったりとかして。なんかあるんすね、そういう昔からそういう、まあ、アーケードとかのゲームセンターとかだと最後に出たりするじゃないですか、うん、ランク出る。でもそれをゲームセンターの中でその筐体をプレイした人だけじゃん、うんうん、でもそうやって全国のライバルと争えるっていう、ね、任天堂のね、先見の目すごいよね。いや、まあ、すごい、本当にもうだって今なんか当たり前ですけど、オンラインで、うんうん、その頃なんてね、すごいよね。まあインターネットもないっていうか一般的じゃないですからね。うんうんうん、すごいな、すごい。パソコン通信、パソコン通信でつながってるみたいな感じ。うんうん、すごい。あ、でもお店も大変でしたね。そのシステム入れんといかんって。まあまあそうだね。まあでも任天堂だで多分そんなに高くはないと思うんですけど。とかまあ貸してくれたりとかするのかもしれんけど ね。うん、ちょっとわかんないけど。おもちゃ屋やってた人とかいないですかね。当時の、うん、ちょっとギスクライターいくらだったかとか、あの気になる、めっちゃ気になる。おもちゃ屋のそのシステム、ゲーム売ってるシステムとかも気になるっすね。ゲーム売ってるシステム、その買い取りなのかとか、あ、なるほどね、仕入れの時に、あ、うん、あ、なんかゲームを開発するゲームっていうのが、開発あの、うん、シミュレーションゲーム、うん、うーんとゲーム会社のメーカー側、うんうん、例えば、まあ、カプコンとか分かりやすく言うと、うんうん、とかになれる、うん、ゲームがあるんですよ。何それ、おもろ。あ、面白いですよ。でも木村さんもできる、ドットなんで、うん、スイッチでも多分出てる。ああそう、うん、出てるんですけど、うん、まあ、有名なカイロソフトっていうそういう系のゲームばっか作る、あーメーカーがある。そう、ラーメン屋とか寿司屋とかなってみるみたいな。それにゲーム屋さん、ゲーム屋さんじゃない、ゲームメーカーの方のやつがあるんですけど、うん、それなやっぱりライセンス料みたいなのを払うんですよ、なんか新しいハードが出ると。あ、はい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 、でやっとそのゲームを開発できる、うん、ソフトを開発できるみたいな、そういうなんかライセンスみたいなのおもちゃ屋さんでもあるのかなっていう。なるほどね、うん、とか気になるっすね。あ、うん、ちょっとね、まあ、任天堂は優しいんですよね、めっちゃ。その著作権とかには厳しいですけど、すげえ会社っすよ、本当に、ね、とんでもねえ会社っすよあそこは。任天堂入りたいな、うん、いやいや、もう今の自分のスペックじゃ無理だもんで、本当子供とかに、うんうん、任天堂に就職する。確かに確かに、うん、いいな、安定ですよね、え、うん、でもちょ今だから言えるっすけど、うん、僕の知り合いのところの、まあ、とある車屋さん、うん、そのもうその一車種しかやってないっていうような車屋さんがあるんですけど、うんうんうん、しかもアジアの正規代理店なんですけど、うんうん、そこの人をやっぱり任天堂の幹部の人とか、うんうん、まあ、副社長とか、うんうん、その車持ってんすよ。あ、そうなんだ。でその車は唯一そこで整備できるから来るんすって、うんうん、でスイッチがもうバカ売れして入らん時に用意してくれたっつってました、うんうんうん、あ、そうなんだ、すごい。やっぱ知り合いパワーはすごいなっていう、ただ修理にも出さんでほしいっつって、型番がもう、そう、身内用、社員用のやつだから、ま、あの言ってくれれば新しいのを売るもんで、うん、はいはいはい、もう修理にも出さんでほしいって言ってました、バレちゃうからっつって。裏話、おもろい、うん、まあ、特殊な車なんでしょうね。特殊っすね、面白い、めちゃくちゃクリエイティブな、ね、うん、ね、会社で、本当すごい。任天堂は素晴らしい、本当に。だってあのめちゃくちゃスイッチが画期的だって言われとったのは、うん、もう本体を持ち運ぶっていうか、もう携帯ゲームにできるっていうのを出したのは本当にすごいっつって、その携帯できるハード、うんうん、別として出すんじゃなくて、うん、テレビにもつなげれるし、あ、なるほどね、うん、両方いける。結局そのプレイステーション、うん、今、ソニーコンピュータ SCE か、うんうん、ソニーも、うん、何したっけ、出したんですよ最近、最近こ去年かな、うん、携帯ゲーム、うん、携帯ゲームっていうか、その PS5 を携帯、うん、できるできるみたいな、うんうんうん、画面がついたコントローラーみたいなの出したんですけど、うんうんうん、結局なんていうんですか、それもまあ本体を持ち運ぶっていうか、うん、別のハードではないじゃないですか、その PSP とか、うん、
単体ではなくて結局 PS5 が、うん、ホストであって、そう、あってそれの子供みたいな感じで使えるってことだよね。だからそれを定番化させたのは、うん、スイッチが初というか、うん、確かに、そうかもね、やっぱりそういうもう本体を持ち運んじゃおうみたいな考えが今やっぱ多いんですって。 Xbox も今開発してるっぽいって。へー、うん、すごいね、うん、いや本当にねすごいすごいっすよね、うん、悪い話聞かないですしね、あんまり任天堂って。間違いない、うん、なんかソニーとか Xbox とかは結構ああだこうだ裏の話もあったりとか流出とかもあったりとか、へ、うん、サイバー攻撃受けたとかそういう話も聞きますけど、うんうん、Nintendo ってあんま聞かんなと。なるほどね、うん、ちょなんかグラフィックがその、グラフィックボードみたいなさ、うん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 、グラフィックに使うエンジンみたいなのがすごい他の PS とか Xbox に比べれば弱 い、 いな、うん、あまあ貧弱っていうのを聞きますね。そうそう、ね、言うけどさ、うん、まあでもなんていうのそこじゃないっていうことに、うん、知ってたっていうか、うん、うん、なんかゲームの本質、まあ、まあ、ゼルダのさブレスオブザワイルドとかもさ、うん、別に綺麗だよ、うん、一見だけど別にそこで買ってるわけじゃないっていうかさ、うんね、うん、内容のみたいなさ、そうですね、そういうの本質を見抜けるみたいな、うん、そういうのそういう会社すごいなと、まあ、確かにめちゃくちゃ貧弱だから結構落ちたりするんですよね、うん、え、そうなの？ゲームがその移植あのマルチ展開してるやつとかだと、うんうん、うん、例えば PS5 もグラデーションがめっちゃ綺麗です、うん、でもそれスイッチ版だと、うん、もう処理が追いつかなくて落ちちゃうみたいなとか、うん、あ、そうなんだ。結構なんかシンプルにさなんかフレームレートとかが落ちてるとかさそれぐらいそれでも落ちちゃうんですよ。そうなんだ、うん、まあでも元々がパソコン用に作られたやつなんで、あ、例えばアークって僕が言う今例に出してるのはアークっていうソフトなんですけど、うんうん、恐竜とサバイバルゲームみたいな感じなんですけど、うん、それとかはめっちゃ落ちちゃうんですよ、うん、でそれがレビューにもあって、うんうん、だけどまあじゃあ PS5 でやればとかうんってなっちゃうし、うん、まあ、あとソフトが圧倒的に安いですからね。あ、そうなんだ、うん、7000円ぐらいするけどそれでも安いってこと？いや、あの他の PS5 とかだと、うん、7800円とかの、うん、スイッチ版だと3500円とかなんですよ、そのアークは。あ、そうなんだ、うん、へえ、なんでか分からんすけど、まあでもスイッチ版結構安かったりしますよ。あ、そう、うん、へえ、なんつってもあのあれっすよね、ネット対戦とかするときに入る、うん、その任天堂だと任天堂オンラインでしたっけ。ああ、任天堂オンラインめちゃくちゃ安い、PS5 とか Xbox とかに比べるとめちゃくちゃ安い。月に何千とかでしょ、うん、もうだってめっちゃ安いもん。めっちゃ安いです。だって、うん、ファミリー、しかもファミリーで俺入ってるんで、うん、1年で12,000円とかじゃなかった？1万5000円ぐらい。いや、もっと、え、5,000円ぐらいじゃなかった？あ、そうなんだっけ、うん、4,500円とかじゃなかったかな。めちゃくちゃ安いんです。めちゃくちゃ安いですよ、本当にね。とんでもねえよ、うん、だって PS5 だと確か年1万何円とかじゃないですか。それこそ1万5000円とかそんぐらいじゃん。あ、そうか、うんうん、なんか安かった覚えはあるね、うん、まあ、あれはやっぱ子供ね、お母さんたちにもありがたいというか、ね、本当に、うん、そういう企業努力ですね。ね、うん、任天堂の話面白いんで、そうそう、一回やりたいですね。やりたい、あのサブチャンで任天堂だけ語る。やりたい。じゃあ、はい、次の話に書き換えましょう。じゃあ書き換えましょう。書き換えましょう。はい、じゃあ次の話。はい、どうぞ。風景画の女。心霊写真はよく聞くけど、風景画に霊が入り込むってことあるのかとふと思い出したので書きこう。定年退職後の祖父の趣味が油絵だった。描いているものは人物画だったり風景画だったり祭事を描いたりとこだわりはないみたいで、さまざまな絵が離れの作業場に飾られていた。祖父の家に行くとよく新しい絵を見せてもらっていたのだが、その中にある一枚の風景画が子供の時から見るのが怖かった。なんてことのない山の中を流れる小さな川が描かれた風景画、木々の間を足首あたりまでの澄んだ水がちょろちょろ流れている一見癒される絵だ。
一つだけ怖いと感じた部分なのだが、祖父にしては奇妙な絵で、風景画なら風景のみで人物を描き込んでいるものは見当たらないのだけれど、その風景画には手前に流れてくる川の奥に一人の女性がうっすらと描かれていた。わざわざ描いたのだから祖父の知り合いなのかと思ったが、なんとなく聞けず、なんかこの女の人怖いなと思いながら、その絵はできるだけ見ないようにしていた。小学校高学年になって、また祖父の家に泊まりに行った時、ふと一緒にいた兄貴に、あの川の絵の女の人怖くない?となんとなく聞いてみたら、兄貴は記憶にないようで、その絵を見に行こうという流れになった。離れに行って、実際にこの絵と兄貴に教えても、人なんか描かれてねえぞと言われた。詳しくはあまりしたくはなかったけど、ここだよ、この女の人、と指を指してみたが、お前、俺を怖がらせようとからかってるだろう、と冗談に取られてしまった。当時は兄貴は見えているのに逆に驚かそうと見えないふりをしているのかと疑いもしたんだけど、高校生になった時にまたその絵を見に行ったら女の人が絵から消えていた。女の人を最後に見たのは中学3年の夏だったと思う。その時はまだ絵の中にいた。何度か見ていたので子供の頃の見間違いとは思えないんだけど、なんというか今でもその描かれていた女の人を思い出すとほんのり怖い。はい、2話目、風景画の女というお話でした。はい、はい、どうです？なんかでもちょっと、まあ、どういう絵か分からんすけど、うん、文章だけなんで、ちょっとあったら不気味かもしれんなと思ったっす。じゃあ私は建物の中に幽霊がいるとか、トンネルの中に幽霊がいるみたいな話って、うん、まあ心霊スポットとかそうじゃん、うんうん、3D の、人間が、そこに行ける場所に幽霊がいる、うん、まあもともと人間だからみたいなさ、うん、だけどこの絵の中って 2D じゃん。あー、そうかそうか、はいはいはい、しかも、おじいちゃんが描いた、うん、そこに幽霊って入り込めるのかなと思って。確かにね、うん、写真とはまた違うですもんね。写真もまあ心霊写真あるっすけど、ね、それってでもその場にいる幽霊を写したからそこに写ってるっていう イメージなんですよ俺の中で。確かに、ね、写真の中に入ってるっていうよりかは。そうだ ね、うん、そうだね。でも絵ってもう描いてるから、うん、そこにおったんっていうのを、うん、まあ、描いてるのか、うん、もともと幽霊がおったかもしれんっていうその風景を描いてる時に、うん、まあでもさ高校生の頃に見たらもうそこに何もなんかいなかったっていうことだからさ、うん、多分初めはで兄ちゃんにも見てもらうじゃん、うん、で兄ちゃん見えないじゃん、うん、ってことは多分初めから描いてなかったと思うじゃん。まあそうかそうかそうか、そのおじいちゃんは、うん、だけどまあなんでか分からんけどその幽霊がそこに入り込んで、うん、まあその主人公というか弟、うんだけに見える形で現れたと思う。しかも、うん、絵っぽくなってるってことですよね。あ、そう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 、ね、そうそうそう。どういうことだ？なんかあんまりこういう話って、うん、聞かない聞かない。まあまあ、なんだったっけ、幽霊の、うん、巻物なんちゃったっけあれの、幽霊が、幽霊が、はい、巻物なんちゃったっけあれの。屏風じゃなくて掛け軸、掛け軸、うん、そうそう、掛け軸でさ幽霊書いてある掛け軸があるけどさ、ありますね。あれも書いてあって、そうですね。なんかその書いた人が見た幽霊とか、うん、イメージした幽霊を書いてるわけじゃん。あれ自体は別に幽霊じゃなくて書いたものじゃん。うん、だからこうやって絵の中に幽霊が入る。まあしばらくして高校生になってみたらいなかったっていうことだから、まあ移動したっていうことだと思うんだけど、うん、なんかそんなこと。
あんまり聞いたことないから。ないない、ね、確かに。そうじゃん。なんか不思議な現象だなと思って。え、じゃあ、うん、マリオンとか、うん、ゲームの中に入ったらドットになるんすっていう。そうだね。うん。そういうことだよね。そういうことですよね。そういうこと。うん。っていうか、はい、2D に入るってすごいですね。すごいよね。うん、そうじゃん。うん、すごい。ということなんだろう。でもなんかさ、呪われてる絵みたいなのあるじゃん、はい、なんとかするけどさ、ね、なんか火事になる絵みたいな、あ、海外で男の子の泣いてるやつですよ、ね、あったよね、うん、うん、なんかそういうさ、なんかその絵自体に何かが宿ってるみたいな話は、例えばなんか呪物というかさ、うん、なんかそういうので、うん、この絵は持った人が不幸になる絵なんですみたいなってありそうじゃん、うん、林さんがね、なんかすごいの持ってましたよね、うん、あるじゃんそういうのは、うん、でもさ、それは別に、なんていうの、うんと、幽霊が出たり入ったりいたりいなかったりとかするもんじゃなくて、うんうんうん、その絵自体になんかそういう効力があるというか、ような気がするんだけど、うん、なんか 血で赤色、この赤色は血で描きましたみたいな、はい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 、描いた人のなんか恨みがそこにみたいなさ、うん、込められたねみたいな、そういう感じはなんかある気がするけど、確かに幽霊が出入りするってね、うん、そうそう、うん、まあそこに入ってた何か、その本当描いた絵が見させてるっていう、うん、弟この主人公にだけにね、見させてるっていうことも、まあまあ、あ、まあ解釈としてはありなのかなっていう気もせんでもないけど、うん、でまあ物理的にはそこには何も描いてないんですもんねと思うっていう、うんだよね、お兄ちゃんには見えないし、まあ、ほとんどの人には多分見えない、そう、自分も大きくなったら見えないってことは多分もともと書いてなかったけど、うん、まあ、そこに見える。でもさ、書いたのがおじいちゃんっていうのがまたさ、なんだ、なんか全然知らない人が、うん、とか、しかもその絵だけじゃん、うん、あ、わかった、だそこの、うん、と風景画だもんで、うん、イメージしたもんじゃなくて本当にその場所で、うん、景色を見ながら書いた、ほんで、うん、そこにそこで亡くなった人がいて、おじいちゃん知らないよ、おじいちゃん知らなくて、その風景描いた、そんな、その見てた風景の中に実はそこに人が亡くなってて、埋められてとか、うん、で、その絵を通じて訴えてる、うん、私この奥のこの辺にいるんですって訴えてる、うんうん、そういう、その描いた時のその場にいた霊、霊、うんうんうん、そこの雰囲気まで描いてしまったっていうか、あ、そう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 、うん、そういう、すごい、うん、であまりにも、うん、人間としてそこに収まっちゃうと、写真みたいな感じになっちゃうと、うん、ちょっと違和感あるなと思って、うん、絵画の形で、うん、イメージさせてる、そう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 、霊っていう、うん、なんて言ったらいいのかな、出てきてないですもんね、見させてるだけですもんね、見させてる、主人公にイメージさせてるっていうだけですもんね、そう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 、うん、だから別に絵画になってるわけじゃなくてっていうと思うんだよね、わ、うん、かるっす、わかるっす、そっかそっかっていう感じですね、だからもしかしたら逆にこの絵もう何にも関係なくて、うん、ただ弟に、うん、取り付いてるそばにいた霊かもしれないですもんね、弟のそばにいたってこと、弟のそばについてる霊、あ、まあ、そうだねっていう可能性もあるっすもん ね、 もあるね、がイメージさせて見せてるみたいな、うんうん、それもあるね、うん、でもなんかさ、あとなんか常にそれが見えるわけじゃなくて、そのおじいちゃんの絵を見た時だけそれが見えるっていうのはやっぱその弟に関係、絵に関係してるのかなって、はーはーはー、確かにそっか、うん、うん、だからおじいちゃんがなんかそこに閉じ込めたっていうか、その念みたいなものを閉じ込めちゃった、うん、知らずに、でも知らずにできるのかな、そんなこと、うん、でもあるかもしれないですね、あるのかな、うん、まあ、おじいちゃんの描いた絵どんぐらいあるのか分かんないですけど、気に入っちゃったみたいな、どんぐらいあるのか分からんですけど、うん、そういう能力を持ってたみたいな、うん、そこにいる霊を、うん、その絵画に閉じ込めるみたいな、うん、なんかそれはそれでなんか一つのさ、なんか漫画としてなんかそうそうっすね、なりそうだね、 ありそうっすよね、うん、うん、夏目友人帳じゃないけどさ、うんうん、なんか名前を書いたらここに閉じ込めるみたいな、なんかあるじゃん、うん、
名前で縛るみたいなんですね、あるじゃん、うん、なんかそんな感じ、なんか絵の中に幽霊を閉じ込めるみたいな、なんかありそうだな、もうね、なんかありそうだよね、うん、うん、狼みたいな、狼なんかあれも一筆書きでなんかゲームあったじゃないですか、狼めっちゃもろかったよ、ゲームの話まためっちゃもろかったよ狼あれいいっすよね、あのすげえ面白かった、グラフィックも、まあグラフィックっていうかその日本っぽい感じがまたね、そう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 、うん、この花咲くや姫とか、あれ本当ね、ゲームじゃないと表現できないんだよね、あの、うん、あのストーリーというか、あそうですね、うん、感じ、最近奥さんがやってたな、あ本当、うん、俺はもうその絶景版が出る前っていうか、あ、はいはいはい、あ絶景版が出た時かな、 PS2 だったっけなあれ最初、うんうん、で3か4でリメイク出て、うん、ああそうなんだ、でスイッチに来たみたいな、そうそうそう、そこで確かやったはず、めっちゃおもろかった、面白かったですね、すごいゲームとしてのデザインがすごい良かったんだよね、あれはびっくりしたな、なんか任天堂が作ったみたいなゲームだったんですよ、カプコンなんですけど、あれカプコンなんすか、あれカプコン完全任天堂だと思ってた、そうっしょ、うん、じゃマジでそれぐらいよくできてる、なんかえじゃあカプコンダメなのみたいな、なっちゃうけど、そういうわけじゃないんだけど、ないっすけど、うん、じゃマジであれ任天堂だと思った、思ったでしょ、うん、そうなんかや、なんかプレイヤーに対しての優しさとか、はい、ゲームのデザインとかが、うんうん、そうすごい、もう UI 完全任天堂っすよ、そうっしょ、はい、すごいんだよあれ、あすごいっすね、そうカプコンっぽくない、そうでしょ、今知ったしかも、うん、ちょっとびっくりしました、完全に任天堂だと思ってました、ね、うん、えちょっと感動です、それ今日お腹いっぱいなんでもうそれでいいかなっていう結局カプコンもできるんだみたいな結局ゲームの話でしたけど書き換えれずそういやであれぜひやってほしい、みんなにスイッチ持ってたらね、うん、うん、やってほしいよね、すごい面白かった、面白かったあれ、うん、また神話とか好きな人はね、日本神話みたいなね、うん、日本神話好きな人またいいっすよね、うん、いやまたのオロチとか出てくるね、出てきますしね、うん、出てくる、泣けるんすよ ね最後がまたね、いいゲームなんですよ、いいんすよね、まあ、ネタ、あこれはあんまネタバレしん方がいいと思う、ネタバレしん方がいい、これは、うんうん、ですけど、また一個一個できることが増えてって、うん、そうね、ね、なんかいろんな技術やスキルを身につけて、ちゃんとでもそれもさ、ちゃんとさチュートリアルみたいなさ、うん、ちゃんとプレイヤーが使えるようにそうね、こうデザインしてるところがまたすごいなっていうさ、うん、あの木村さんスイッチって、うん、あれ携帯ゲームの方でやってますか、テレビにつないでやってます、つないでない、そうっすよね、うん、あの、うん、俺はその PS5 あ PS4 版かな、うん、やってたんで、まあ、コントローラーじゃないですかテレビに、うん、あれで奥さんはスイッチやってるんで、その携帯ゲーム系なんですけど、うんうん、またね考えられてるんですよ、ちゃんとスイッチ版でやるときっていうの、うん、その一筆書きの時とかの、うん、タッチのはいはい、感じで楽にできるとか、はいはい、すぐにあのモードに移行できるとか触るだけで、あ、はい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 、とか、うん、なんかすごい考えられてんなと思って、任天堂っぽい、うん、ね、そこがすごい任天堂っぽいなってずっと思ってました、ね、すごいよね、うん、結果 2話通して任天堂すげえっていうことしか言ってないもうみんな知ってますからね、まあまあそうですね、すごいのは、うんうん、ちょっと今回のこのコメント欄は、うん、任天堂の凄さを知ってる人、なんか雑学でも何でもいいし、知りたい、知りたいですよね、知りたい、めっちゃ知りたい、ね、めっちゃ知りたい、それ教えてほしいなと。でもね、あのね、うん、あのコロプラの、うん、白猫プロジェクトの、うん、なんか裁判が起こったじゃないですか、うん、あそれは知ってる、知らないです、知らない、え、なんすか、なんすか、昔だよ結構、うん、なんかその画面を、うん、なんかこう、タッチしながら、はい、右とか左とかに、まあ、スワイプまではいかないんだけどさ、うん、こうなんか携帯例えば、まあ、右手でも左手でも持って、うんうんうん、画面を押しながら、うん、なんかこう動かすと、うん、キャラクターもみたいな、キャラクターがその方向に動く、はい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 、あコントローラーの話か、あの十字キーっていうか、あのキャラクターを動かす時の、はいはいはい、分かるそう、分かる、動かし方みたいな、うん、だからそれをなんか白猫プロジェクトが特許を取ったみたいな、はい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 、話、まあ厳密にはちょっと違うかもしれないけど、でコロプラがそれを特許を取ろうと思ったんだけど、うん、もうそれはとっくの昔に任天堂が特許申請してて、うん、すごい、そう、うん、でだけど、うん、あとまあゲーム業界の発展のために別に、うん、使ってもいいですよと、はい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 、あの、うん、あっちの特許の方ですね、あの、うん、オープンなオープンソースっていうか、特許は持ってるけど、うん、
勝手に使っていいですよみたいな、みたいな、そうそう、シートベルトと一緒ですよね。あ、そう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 、うん、ボルボのね、ボルボの、そう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 、はい、そう でもそれを、うん、なんか特許取ろうとしたもんね、コロプラが。うん、うん、でその任天堂がいやいやちょっと待てよと、ホーム部が、あの有名な、そう、任天堂ホーム部ってもう今ないらしいんだけど、あ、そうなんですね、別の呼び方らしいんだけど、そうそう、そういう、それ一つの、まあ、雑学としてさ、はいはいはい、まあ、結局コロプラが確かお金払ったんだけど、ああへえ、うん、そう、それは知ってるんで、それ以外の話、あ、なるほど。あと俺十字キーも知ってるんで、十字キー、十字キー、あの十字のコントローラー、初代のファミコンの、ファミコンの、あの十字キーあるじゃないですか、あるある、つなげていいの任天堂だけなんですよね。あ、そうなんだ、そうなんですよ。あ、確かに、うん、PS、プレイステーションは分かれてるんですよ、うん、まあ中でつながってるんですけど、うんうん、分かれてる、あれは会議方法なので、なるほど、そう、確かそう、へえ、うん、すげえ、すごいですよね、うん、そう、任天堂が特許持ってるから十字キーは、なるほど、確かそうだ、だからだから中華ゲームとか、うんうん、その中国の違法で作ってるみたい たいなやつとかはもうつながったボタンですけど、あ、なるほど、そうそう、じゃあそれも書かなくていいね、そうですね、うんうんうん、別の別の何か、うん、何か何か、うん、任天堂豆知識、豆知識、あ、いいね、うん、知りたい、知りたいですよね、知りたい、それでみんなから集まった情報も元に、うん、僕たちも調べたも元に、うん、サブチャンネルで任天堂特集、いいね、任天堂すごいぞみたいな回やりたいし、いいね、うん、まあ、あと絵の中に幽霊が入れるかどうかっていうのを、あ、そうですね、知ってる人も書き込んでるし、そこ知りたいかもしれない確かに、そう、うん、そこが本命だ、はい、そう、知りたいですね、ね、うん、ということ、まあでもあれか、呪いのビデオみたいなもんか、ビデオの中に幽霊が入るみたいな、うん、まあそうか、まあでもそれはさ、まあ、さっきと写真と、実写っていうか、そうそうそう、写真と一緒で、ね、そこにおるものを写してる、うん、からあれか、そうそう、うん、な気はするけどね、念写みたいな類、念写とはまた違うか、また違うんじゃない、うん、難しいな、絵だもんだ、うんうん、まあちょっと有識者の方ね、うん、教えてほしい、教えてほしいなっていうね、うん、はい、ということで、そうですね、うん、今回ちょっとすいません、任天堂の話、終始任天堂の話しましてすいません、はい、まあこんなこともあります、ありますね、はい、はい、じゃあ終わりますか、終わりましょう、この話もし自分だったら、ありがとうございました。また後ほど。